吉本工業ホールディングス吉本工業、吉本工業札幌支社、吉本工業札幌支社は、日本の芸能プロダクション吉本工業の札幌市、中央区にある事務所、札幌ファクトリー一条館3階に所在している。通称は、札幌吉本。札幌市の劇場などの北海道地区各劇場を中心に活躍している。 吉本の札幌進出のきっかけとなったのは、1991年に家庭の事情により、大阪から北海道に転居していた落語家のかつら小粒であった。1994年に同じく大阪から笑いハンティングを呼び、事務所を設立。第一期オーディションを開催し、タカンド都市アップダウンらを排出した。1990年代後半には、 東京吉本で活躍していたモリマンが U ターン所属した。2007年9月30日までは吉本工業札幌事務所だったが、同年10月1日の吉本工業の持ち株会社化に伴い、新設市会社の同社に移行した。1999年から2002年までマイカル・オタルにあったテーマパーク観光名オたる吉本を運営していた。 2010年6月、吉本クリエイティブエージェンシー、札幌支社と解消2019年6月、親会社の社名変更に伴い、吉本工業札幌支社と解消第1期オーディションは、富士テレビ系列局である北海道文化放送の番組、トミーズの吉本の元内で行われ、以来 UHB とは、笑い道の放映をはじめ所属芸人の、 出演番組の制作が多く、親密な関係にある。かつては、札幌市中央区の札幌市電園線に、常設劇場、電車通り八丁目スタジオを持っていたが2004年頃に閉鎖され、以後は、ノルベサのイベントスペースや琴似駅のターミナルプラザことに、パトス、タヌキ工事の札幌プラザ2.5などの貸子ホールを、ライブの拠点としている。お笑い芸人を抱える。 道内他事務所の所属タレントとテレビで共演する機会は稀である。これまでに M-1 グランプリファイナリストを3組輩出している。東京本社所属他事務所で活動解散、大社オーディション受験者。ありがとうございます。